チップメーカー、装置メーカー、流体機器メーカーは未来のテクノロジーを支える複雑化する半導体チップの製造を最適化しようと努力しています。この最適化のため工程内の純度を維持することは以前にも増して重要になっています。加えてこれらの製造工程は特異な流体ハンドリングを求められています。半導体製造工程内で使用される高純度の化学薬品や過酷な洗浄剤、エッチング剤などの化学薬品を多くの工程に届けなければなりません。 3M は高純度の PFA 製品を供給することで信頼性が高く常にクリーンな超高純度チューブの製造を実現し最先端の半導体チップの製造を支えています。全ての PFA が同じというわけではありません。原材料に混入したコンタミネーションは流体ハンドリングシステム内の不純物につながります。 3M の第二音ブランド高純度 PFA を使用することで一貫して低いコンタミネーションレベルを実現し流体ハンドリングシステム内のチューブやその他の部材を最適化することができます。製造工程を保護し生産量の最適化を支えています。第二音ブランドの高純度 PFA は純度と完全性を維持しながら最も過酷な条件に耐えうるように設計されています。 3M の PFA 材料はお客様の様々な用途に適した特性を組み合わせて提供します。加えて 3M の第二音ブランドの超高純度 PFA は今日の厳しい抽出コンタミネーション規制を満たす重要な原材料となり得ます。 3M では全ての第二音ブランド高純度製品をセミ C90 規格に準拠して試験しラボテストや工程シミュレーションにより継続的に高品質な製品を製造することを保証しています。積極的にセミ規格に関わっている当社のエキスパートの世界的なネットワークは継続して生まれる製造及び製品への要求を理解しています。そして 3M のアプリケーションエンジニアや製品のエキスパートは問題を軽減し最適化をサポートする方法を特定するために継続的に取り組んでいます。 3M は世界最高水準の半導体製造装置用材料の製造に取り組んでいます。製造者を汚染、システムの故障、ダウンタイムから守り、製造装置全体のパフォーマンスを最大限に拡大し、チップの収率を最大化し、将来の技術革新に貢献します。